はい、どうも、メケツの町でございます。はい、どうも、ケツでございます。さあ、というわけで、今回も NGT の話題なんですけども、なんとですね、劇場からもう1周年になるんですよ。来年の1月で。1周年です。自分はですね、12日かな。1月の12日、今年の。最初の平日の日に確か当たって、劇場に入ったのが最初だったんですけど、まあ、それがもう1年経つのかなと思うと、早いなと思うんですけど、早いですね。なんとですね、それを記念して、イベントが2日間にわたって開催されるとすごそう。いや、おめでとうございます。ありがとうございます、まあ、ファンにとっても嬉しいイベントだと思うんですけど、こちらですね、1月の9日と10日に2日間あると。9日が前夜祭、新潟のバンダイシティ、でですね、もう朝から夕方までイベントがあるんですよ。すごいですね、まあ、詳細はですね、概要欄にかな、概要欄に載っけますけど、1月9日12時からは研究生のライブがあります、まず。でその後ですね、3時からチーム N3 バージョンのライブがあるんですよ。すごい、もう朝が本当に朝からだね。すごいね。で3時から終わって5時からは今度ですね、1周年記念特別セレモニーということで、こちらも5時30分間なんだけどね、あるということなんですよね。すごいじゃないですか、なんか本当にもう一大イベントっていう、もう本当に1周年なんで一大イベントっていう感じなんでしょうね。すごい、行きたいな、俺は行きたい。そうですね、まあ このイベントに関しては全部無料で見れるんで、行ったもん勝ちかなっていうのはありますけどね。まあ自分もそうですね、行ければ行こうかなって思ってるんで。そうですね、もしね見かけたらぜひ声かけていただければなと思いますが、はい。まあそして10日はですね、1時から劇場でですね、イベントがあると、で6時からは記念公演があるということなんですよね。すごいいっぱいあるね。そうなんですよ。まあ一応ですね、まあ終日、こちらのイベントの様子全部 DMM で放送されるってことなんですけど、まあでもね、新潟にいるからにはちょっと行きたいかなっていうのもあるんですけど、ちょっとどうしてもこの時期って天気が怖いんですよね。そうですね、なんで行かれる方はね、ぜひ、まあ、防寒対策しっかりして、ね、行った方がいいんじゃないかなと思います。まあ、自分もね、もし行けるようであれば行こうかなと思ってるんで、その際はぜひ絡んでいただければと思います。はい、というわけでおめでとうございますっていうね、動画でございました。はい、俺はね、半袖で行くよ。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。